はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、てっさチャンネルです。よろしくお願いします。ということで前回までの動画でですね、カエペリコボート初心者の方でもできるようにですね一通り紹介し終わったと思うんですけども、まだ見てない方はですね最新版の初心者必見の再生リスト、こちら概要欄にありますのでぜひですねご確認ください。まだまだねカエペリコボートの動画は出す予定ですので、ぜひね皆さんチェックしておいてください。で今回はですねフィナーレ周回用のアプリ切りっていうことでね、カエペリコ強盗は回線切りでなくアプリ切りになってますんで、こちらの方ご紹介していきたいと思います。今までも他の配信者さんがご紹介されてたと思うんですけども、てっさチャンネルではですねこのカエペリコ強盗のフィナーレ無限ループフィナーレ周回の仕組みからですね PS4 と PS5 版の全てをご紹介していきたいと思います。この動画がいいなと思っていただけた方はチャンネル登録高評価通知はオンで、今後の動画も楽しみにお待ちください。はい、よろしくお願いします。まず最初にですね強盗のフィナーレ無限ループまたは強盗のフィナーレ周回と呼ばれているものの仕組みについてですけども、これはですねホストが適切なタイミングで回線を切ったりまたはアプリ切りを行うことによって強盗のフィナーレだけを何回も繰り返してできる方法になります。この強盗はですね通常1回クリアするとまた最初の準備からやり直しになりますけども、このフィナーレ周回のやり方で行うとですね最も稼げるフィナーレだけを何回も無限に回すことができます。なので人によって呼び方は違いますけども、フィナーレ無限ループとかフィナーレ周回という風に呼ばれているものになります。なぜですねフィナーレだけを無限に回すとお得になるのかっていうことなんですけども、ホストが適切なところで回線切りまたはアプリ切りをすることによってホストはですね強盗失敗扱いになります。そしてメンバーは強盗成功扱いになります。メンバーさんは強盗が成功しているので報酬が入ることになりますけども、ホストの方はですね強盗が失敗扱いになっているので報酬が入らないようになってます。ただですね強盗が失敗扱いになることによってフィナーレがねまた最初からできるようになります。この方法を使ってですね A の方が最初ホストをやったら報酬がないので次は B の方がホストというふうに交互でやってもらえると、相手ですねお互いにですねフィナーレだけを回して2回に1回は自分にフィナーレの報酬が入ってくることになります。2回に1回ですけどもフィナーレが連続してできるようになるので、これが今のところ一番稼げる方法になります。グリッチじゃないかとおっしゃられる方もいらっしゃると思うんですけども、この強盗のフィナーレ無限ループまたはフィナーレ周回についてはマネー修正が入らないことになってます。このフィナーレ無限ループはカヨペリコ強盗に限らずですね、1つ目に来たレスターのオリジナル強盗、そして2つ目に来たドゥームズデー強盗、3つ目に来たカジノ強盗、それと今回の4つ目に来ましたカヨペリコ強盗と全ての強盗においてフィナーレ周回フィナーレ無限ループができるようになってるんですけども、最初のオリジナル強盗からこのフィナーレ無限ループは最初のオリジナル強盗からですね8年経っても未だかつてこの方法だけはマネー修正された方は一人も聞いたことがないです。そしてですね運営もこのフィナーレ無限ループフィナーレ周回については修正する意思もないみたいなので、非常に安全なグリッチと言えると思います。グリッチというのかどうかも怪しい方法だと言っても過言ではないと思いますので、今回ですねご紹介していきたいと思います。こちらはですね先ほど言ったようにホストの方が適切なところでね回線を切ることによって相手の方にお金を渡すというね方法になってます。ですのでこちらはですね必ず2人以上でやってください。ちなみにですね相手がいらっしゃらない方は概要欄の LINE のオープンチャットに入っていただけるとありがたいです。 LINE のオープンチャットはですね匿名で入れますので、 LINE の本垢は関係なくですね安心して入っていただけます。またですねもう一つ PS4 と5なんですけども、今やですねちょっとややこしい感じになってると思います。 PS4 は普通のグラセフで PS5 は PS4 の通常版とかいう人もいてますけども、この PS5 の本体で PS4 の通常版もプレイでき、またですね拡張版と呼ばれる PS5 版もどちらもプレイできることになってます。本体が PS5 でダウンロードしたら2500円ぐらいのとね5000円ぐらいので分かれてると思います。本体が PS4 の方と PS5 の方は一緒にプレイはできないんですけども、2500円の方の PS4 版のソフトを
PS5 の本体に入れておられる方は PS4 の方と一緒にできるようになってます。 PS5 の本体に PS5 版の GTA、 これは拡張版とか言ったりしますけども、これの GTA を入れられている方は PS4 の方と一緒にプレイはできないのでご注意ください。またですね、今回のフィナーレ集会については本体が PS4 同士の方と本体が PS5 同士の方、もしくはですね PS4 の方がホストで、メンバーのフレンドさんが PS5 で PS4 版のソフト通常版で参加された場合は、これはですねみんな同じタイミングでアプリを切っていただけたらいいんですけども、ホストの方の本体が PS5 であってメンバーのフレンドさんが PS4 の本体とソフトでプレイしている場合はアプリを切るタイミングが若干違ってきます。そこら辺を解説していきたいんで、ぜひ最後までごゆっくりとご視聴ください。またですね、本体が PS4 と PS5 で再起動の方法も違ってきますので、その点も全てご紹介していきたいと思います。またですね、始めるときは先ほども申しましたようにホストの方には報酬が入らないです。ですのでメンバーの方に報酬を全振りしてください。ホストはね最低報酬が 15% だったと思います。残りの 85% をフレンドさんに割り振るようにしてください。それではですね、これは最後の部分が重要になってきますんで、最後のねアプリ切りの画面を実際に流して解説していきたいと思います。はい、こちらですね、海に飛び込みまして、こちらのね2つ目の機雷に向かっていきたいと思います。こちらですね、ここはですねマップで確認していただければなと思います。でこの画面になりましたらですね、もうプレステボタンを長押ししてクイックメニューを出してください。でこちらの一番左上のですねアプリケーションを終了するにカーソルを合わせておいてください。でアプリを切るタイミングはこの暗い画面から明るい画面になったらすぐに切ってください。でこれでアプリ切りは成功になります。で今度アプリを立ち上げるときなんですけども、立ち上げるときはアプリの初期化をしないとダメなことになってます。これをしないとですね強盗成功扱いになっちゃったりしますんで、これも必ず行ってください。初期化の方法はですね、アプリを立ち上げて水着の女性が現れてこの画面が消えて暗くなった時に L1 と R1 を同時押しします。でこのまま長押ししたままですねずっと待っていただいて、このサイレンが鳴る画面が過ぎたら、もうここら辺でね離していただいても結構なんですけども、水着の女性が消えた後に L1、R1 を長押ししていただくと、でここら辺でですね注意書きが出てきて、注意書きの後にですねこのディスプレイ調整画面というのが出てきたら、これで成功になってます。これで強盗クリア扱いにならずに済みますんで、このまま決定で丸を押してください。でねこの2回目に現れるこの画面までにディスプレイ調整画面が出てこなかった場合ですね、出てこなかった場合はもう一度ですねアプリの方を切っていただいて、アプリケーションを終了していただいてですね、でまた最初からやっていただければなと思います。それでですねオフラインが立ち上がりましたら、先ほどですね初期化を行いましたので、こちらのオプションから元のね設定に変えていただけたらなと思います。照準モードは照準アシストソフトになってますし、振動とかもねオフにされてる方も多いと思います。こちらもですねスタンダード一人称2にねされてる方が多いと思いますんで、こちらはですね初期化したら元に戻ってますんで変えていただけたらなと思います。はい、ということでこちらもですね海に飛び込んだ状態から説明していきたいと思います。2つ目のですね機雷に到着しましたらここで終わりですので、こちらでですね PS ボタンを押してください。で下の段のですねこちらですね GTA5 を選択していただいて、今アクティブの GTA5 を選んでいただいてゲームを終了に合わせておきます。でこちらはですね暗い画面から明るくなって3つ目のシーンで切っていきたいと思います。これがまず1つ目のシーンですね。これが過ぎまして2つ目のシーン、3つ目のシーンに入ったところですぐにゲームを終了を押してください。でこれはですね PS5 の PS4 版ですね、こちらの PS4 版をプレイしているホストの方ですね、 PS5 の本体でPS4 のソフトをプレイされている方で、相手が PS4 の方ですね。これはですねなぜタイミングを遅らすのかというと、 PS4 版の方はですねロードが若干ですね PS5 の方より遅くなります。ですので PS4 版の方が完全にゲームを終了してですね、強盗が終了している時にならないと報酬が入らないです。ですのであれより早く切ってしまうと、 PS5 版で通常版 PS4 のソフトをプレイしている方は強盗
ことが成功扱いになっていないので、アプリ切りの方は成功してるんですけども、相手方の PS4 の方は報酬が入っていない状態になります。ですので必ずね、1つ目2つ目3つ目のシーンで切るようにしてください。3つ目のシーンでね、早く切りすぎた場合も強盗のメンバーにお金が入っていない場合もあります。若干ですね、ちょっと気持ちだけなんですけども、遅らして3つ目のシーンに入ってから少し経って切った方がより確実に相手方にお金が入ると思います。こちらもですね、 PS4 版を立ち上げるときはですね一緒なんですけども、 PS5 版を立ち上げられる方ですね、 PS5 版同士でプレイされている方はですね、ちょっとだけですね初期化の手順が違ってくるのでよく見ておいてください。この PS5 版のアプリを起動したときには水着の女性が出てきて 1、2秒ぐらいで L1、R1 を長押ししてみましょう。それでは始めてみたいと思います。こちらですね、 PS5 版の GTA5 を押した直後1、2で押してください。これもですね長押しで押してください。でこの続けるボタンですね、 L1、R1 を押した状態で続けるボタンを押してください。そしたらですねすぐにディスプレイ調整画面が出てくると思います。このような方法でですね PS4 版、5版と若干違ってきます。で PS4 の方がホストの時と PS5 で PS4 通常版のソフトの方がメンバーさんに入ってらっしゃる場合と若干ねこれ操作が違ってきますので、ここだけですねご注意ください。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとねややこしいところもあったと思うんですけども、これがですね全ての情報になります。メンバーの方がですね PS4 と5版いらっしゃった時はちょっとねまたそれ複雑になってくるかもしれないんですけども、おそらくですね3つ目のシーンで切っていただければ確実に入るんじゃないかなと思います。早く切ってしまうとですねメンバーの方に報酬が入らない、で遅く切ってしまうと強盗がクリア扱いになってしまいます。なのでですねこちらのようにパンサーが出ている状態で失敗してしまうとかなりね痛手になりますんで、皆さんそこら辺お気をつけてプレイしていただければなと思います。この動画がですね良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価、通知はオンで次回の動画も楽しみにお待ちください。次回の動画はですねやっとですねキャプチン2の動画を出していきたいと思います。キャプチン2の動画もですね非常に役に立つと思いますので、皆さんですねぜひぜひ今後の動画もご期待いただいてお待ちください。よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。皆様最後までご視聴を誠にありがとうございました。